コールドウィンドファームランシッドアバトワーにてゼノモーフでやっていきます。さあこのスキンゼノモーフクローンってなってたんやけど見覚えがないのでまだ僕が見てないエイリアンシリーズのやつですね。で、本日はもう足跡が見える、そうアドオンでね足跡見える範囲が広がるアドオンつけてきてるんですよ。これのおかげで結構見えんのよな。このアドオン結構便利やと思うけど、あっちか、まあ、なんかドカン言うたしこっち行くか。んでね、もう一個アドオン持ってきててんけど、練習で使ってたらなくなっちゃってて。そうか。アドオン一個でやります。まあいいや。本当はね、クローラーモード。うるさい、追いたくない。クローラーモードの時に窓越えの速度が速くなるっていうアドオンを積みたかったんですけど、まあまあまあ、今回はね、素早い残虐行為とお楽しみ。をつけてバンバン敵を殴っていく、サバイバーを殴っていくっていう構成をしてほしいというリクエストも結構いただいてたんでね、これで超攻撃型ゼノモフでいこうと思ってます。でさらにこうまやかしもつけることで窓も塞いで生存者もバンバン殴っていくぞと。でお楽しみつけてくからあんまりオブセは追いたくないんよね。だからオブセッション見つけたら尻尾で一回傷つけて闇の信仰心発動させてまた別の人を追うと。ダメか、まあ、そんな感じの構成です。はい、じゃあ最初はこのリプリーを、これはエイリアン2のリプリーやな、このリプリー好きやわ。よし、 OK、 やっぱ魂の平穏つけてる生存者多いな。究極の武器つけてないけどね今回は。究極の武器がマジで猛威振るってるからつけざるを得ないんよな。でこれで生存者側のパークが制限されてまた何つけるか迷うっていうのね。これはいいよな、いい状況ではある。回ってるね、よし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 。いやーこれ止めれんの大きいわ。こういう時にイタチあったらもっとでかいねんけどね。結局イタチは強いなと思うが、この人はちょっとお楽しみもためたかったけどね。尻尾攻撃もたまには見せていかんと。尻尾来るぞ来るぞ来るぞで殴るのも強いからね。この辺は三角様とかと一緒、めっちゃ回すな。あこれ一発できたら殴りたい。あーちょもう燃やされる。くそ、直で一発殴るしかないか。お楽しみ減るけどしゃあない。よし、これで闇の信仰心発動させてあっち行ってみよう、こっち行ってみます。下通るとねこのクローラーモードもすぐに回復するから。で探知負荷ですよ。おっと見えてなかった。うわー遠いな、ちょっと別行くか。探知負荷で探知負荷切れた、よし、オッケー。で、魂の平穏な。この人2回普通に殴ったら、次は尻尾を見せてみたいな感じ。今の垣根って超えれんのかな、わからんな。まあ、普通に殴ってみた。よし、お楽しみ。まだトークン2いないよな。8まで貯めて、素早い残虐行為お楽しみの。全力パワー早く見たいね。回ってる、どうしよう。これはねこういう時結構行ったふり強いんだな。ああ足跡来てるわ。で釣ってる人の近くやからこう上がってくるのが遅いんやけど、それでも強い。オッケー、でこれで探知負荷と。さあおる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 、一発いいぞ。まだ追ってます。オッケーオッケー、いいぞ。やっぱ探知深いとちょっと油断するところはあると思うねんな。やっぱ闇の信仰心好きやわ、相変わらず。このパークねずっと好きなんですけどね、最近使ってなかったから。たまに使うとやっぱいいパークやなって思う。あーちょ
ほんま、ちょっと、ポテトが焼き上がってしまう。で、これはまあ、わーし、あと、これいいな、やっぱ、アドオンの効果なのかな。普通にも見えてるとは思うけど、まあ、殴るか。で、これね、我慢状態の人殴ってもちゃんと素早い残虐行為は発動すんねんよね。やから、これで素早く追いついて、もう一発、がっつり殴っていこう。で、お楽しみに届くのたまに。ね、よっしゃ。よい。DS やめてくれ。もう DS つける余裕とかないんじゃないかな。ね、魂の封印とかもつけなあかんし。DS つけるぐらいやったらオフレコつけるよね、多分。今の環境やったらね。はい。オフレコ明らかに強いし。さあ、発電機が結構分かれちゃったから苦しいな。一人やりたいよ。あー、リプリーやりたい。はい。もともとつけようと思ってたアドオンがあるとね、今の窓越えももうちょっと早いはずなんですけど、お楽しみで十分早いからいいけど。でこれで素早い残虐行為で連続で殴っていく。おー、危ない。この人つって、さあこっからや。残り3人で1台、しかも発電機固まってないやから、だいぶ苦しい。できとるな。急げー。こうやってっかな。あ、いる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 。ここは見ときたいな。ここはって、はい、けど発電機やってはないねんな。これは戻るか。よし、戻って、足あと、足あとない。アドオン結構生きてくれてる気するな。よし、2人おる。よし、これはいい。一発、はい。で残虐行為、お、なんだ、パンチフか。よしよし、いいぞ。オッケー、よしよし。あー、でも一発殴りたかったな今のは。燃やされんの。よし、足りた。ここに2人おったから、向こうはよくして1人回せ。まだ回りきらないよね。ちょ、一応見に行かんとな。怖い。これでタップが回してたら半分ぐらいは回んのかな。あ、回してんね。あ、でもちょっとやね。パレットもしっかり置いてあるわ。パレット置く時間があるから、いちいち壊しとこう。これはこのタレット置いてから回し始めてるから、ちょっとしか回れへんっていうのはあるよな。戻ろう。足跡？これ来てて。この辺で上がったら、おるか？おるおるおる、よしよしよし。ええぞ。んでや。はい、シュート攻撃当てて、探知負荷状態であそこに戻ろう。そしたらちょっと気づくの遅れるやろ。おるおる。うん、これで一発殴れるわ。で、魂の平穏で、あ、これはやれるね。よし、お楽しみも8まで貯めよう、これで。で、ダップケージ、終わりやっけ。確か終わりやったと思うんだけど、釣り数が2回目、終わりやね。いやー、ちょっと待って、これ2人でガン回しされたら言うて回る。あ、でも回復してる。してるならなんとかなるやろ。あ、2人とも回復してる。あんじゃ全然回らんね。やけど発電機離れてるからね。1人しつこく追うと終わる。あとこの辺で見つけた、あっ、地下だ。お、あっ、地下だ。完全に地下だ。あ、諦めてる。いや、今のもアドオン生きたんじゃないんかな。結構地下から足跡見える範囲広がんの有用やな。どこにいるか割と分かりやすい。よし、でこの人地下やろ。なかなか救助行くの、ああ、そうね、それはもうもがくか、さすがに。
化救助してくれとはなかなか言いにくかったかもしれない。よっしゃよっしゃ。まあこの発電機の離れ方やからね、2人でも回る時はあるんやけど、こっちも油断してたら。よし、オブセッションやれたので、これでアーカイブの達成で、あ、残り1人。どうやって索敵すんのがええやろ。地下から索敵する方が強いような気もするけど、この辺からでもハッチ見るか。はい、こう行って、で真ん中にハッチが、固有にハッチはなし。どこだ、ハッチください。重機のところにハッチはなし。おお、なし。こっちにもハッチはなし。どこに、あ、いた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 、人がいた。あ人がいた。うん、じゃあそれ。ほいほい。じゃあ素早い残虐行為。もうトークン4つしかないけどね。あ、でも一発殴って、あ、いいね。それで負傷ブーストがちょっと無駄になるんよ。でこっちは残虐行為で近づいていくから、もうすぐに最後は尻尾で、な、タワラ邪魔、米がタワラじゃないかね。あ、ちょっとこれ何やったっけ、牧場とかでたまに見る牛飼う用のやつやったっけ、何やったっけな。よっしゃ。で今日はまた決め目を持ってきたんで、このゼノモフクローンのメメントも楽しんでおきましょう。最後にさくってくれ。タリータの迫真の顔、マジで迫真やん。いい顔してた。よし、メメント黒いわ。メメントの時だけね、このゲームホラーゲームであることを思い出すな。あとマイケルと戦う時てなわけで、超攻撃型ゼノモーフでした。アドオンはね、なんとかのボルトっていうベリリアのアドオンつけつつ、闇の進行心の部分は発電機チェーンでもいいかなっていう気もします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。